アメリカ海軍よりローンセーラー賞を授与され演説するレッド・アワーバック。2006年の写真アーノルド・ジェイコブ・ブレッド・アワーバックはアメリカ合衆国のバスケットボール指導者で球団役員。1950年代に NBA のボストン・セルティックスに加わって以降監督としてまたは球団役員として同チームに携わった。 監督としては8連覇を含め9回の優勝、運営側に回って、以降は7回と合計で16回の優勝を経験。セルティックスを北米プロスポーツ史上に残る名門チームに育て上げ、同チームと NBA の歴史に大きな足跡を残した。また歴史に残る多くの名選手を獲得、起用し、とりわけ人種にこだわらない起用で、それまでほとんどいなかった。 黒人選手を数多くプロバスケットボールの世界に導いた。1968年に監督として殿堂入り、2006年に心臓発作で死去。89歳。食料品店を営むロシア系ユダヤ人の移民の子としてニューヨークのブルックリンに生まれた。少年時代よりバスケットボールをプレイし、高校時代には有名な選手だった。 教師あるいはバスケットボールの監督を志していた。アワーバックはコロンビア大学関連の短大に進み、2年生からはワシントン DC のジョージ・ワシントン大学に編入した。1941年に大学を卒業した後ワシントン市内の高校でバスケットボールの監督を務め、同じ時期にハリスバーグ・セネターズというチームでプレーした。その後海軍で軍役に就いた。 海軍でのアワーバックの職務は、バスケットボールチームを指導することだった。軍役が終わると、アワーバックは、アメリカバスケットボール協会所属のチーム、ワシントンキャピトルズの監督に就任した。アワーバックのキャピトルズは1年目で、地区主位の成績、2年目は、地区2位、タイ、3年目は、地区主位だったが、優勝はなかった。3年目には契約の話し合いが折り合わず、 アワーバックはチームを離れた。翌シーズンにバーは NBA と解消。アワーバックはトライシティーズ・ブラックホークスの監督につき28勝29敗の成績だった。このシーズンはアワーバックの監督歴で唯一の負け越しとなった。チームがアワーバックに断りなく選手をトレードするとアワーバックは監督職を退いた。またアワーバックはこのシーズン デューク大学でアシスタントコーチの役職にもついていた。1949から50シーズンのボストンセルティックスは22勝46敗で祝祭会と低迷しており、セルティックスのオーナーウォルター・ブラウンはアワーバックに白羽の矢を立てた。アワーバックは監督兼球団副社長という役職でチームに迎えられた。アワーバックは以後半世紀にわたって、 チームと関係を持つことになり、人材の登用や試合の采配で才能を発揮し、セルティックスをリーグ切っての名門に育て上げていった。当時のセルティックスは、スター選手、ボブ・クージーを擁し、翌年には、ビル・シャーマンを獲得、アワーバック指揮下で、チームの勝率は5割以上に持ち直したものの、優勝には至らなかった。1953年のドラフトでセルティックスは、フランク・ラムジーを指名。 ラムジーは入団以降、ベンチからスタートして、チームに貢献する、シックスマンとして活躍することになった。アワーバックは、能力のある選手を先発にせずに起用するという、采配を最も初期に導入した監督だった。この起用法は、後のセルティックスの黄金時代を支えることになった。1956年にボストンセルティックスは、地域ドラフトでトム・ヘイン・ソーンを獲得。 このシーズンには、ビル・ラッセルもセルティックスにとってぜひとも欲しい選手だった。ため、アワーバックは2位の指名権を持っていた、セントルイス・ホークスに、選手1名ともう1人の選手の指名権を譲り渡し、見返りにラッセルを指名させ、セルティックスがラッセルを獲得した。ヘインソーンはこのシーズン新人王を受賞する優秀な選手だった。ラッセルは、バスケットボールのプレーに確信をもたらす。 優れたディフェンダーとしてリーグに君臨することになった。この年にラッセルとヘインソーンを獲得したことによりセルティックスの黄金時代が幕を開けた。1957年アワーバックのセルティックスはセントルイスホークスを破り初めて優勝を経験した。翌シーズンはホークスに優勝を譲ったがセルティックスは1958-59シーズンから パワーバックが監督を退くまで8年間連続で優勝し NBA の歴史に普及の業績を残した。8連覇のうち最初の決勝の相手はミネアポリスレイカーズで以降はセントルイスホークス、サンフランシスコボリアーズ、ロサンゼルスに本拠を移転したロサンゼルスレイカーズと優勝を争った。セルティックスは強豪だったものの 苦戦を強いられた決勝シリーズも少なくなく、1957年、1960年、1962年、1966年は、最終の第7戦にもつれる接戦だった。8連覇の前期は、名ポイントガードのボブ・クージーがオフェンスを組み立てる、役割を果たし、センターのラッセルが、リバウンドやブロックで貢献。そこから始まる速攻が、セルティックスの持ち味だった。 アワーバックは試合でオフェンスの基本的なプレーを7種類しか用いなかった。相手チームの先発選手が疲れた頃に投入され効果的な貢献をするシックスマンは8連覇の黄金期にもチームの勝利に欠かせないものだった。8連覇前期にこの役割を担っていたのはフランク・ラムジーで後期にはジョン・ハブリチェックがラムジーの役割を引き継いだ。 アワーバックは人種にこだわらない選手の登用を行った最も初期の監督だった。セルティックスに採用された翌年、アワーバックはドラフトでチャールズ・クーパーを獲得。クーパーは NBA のドラフトで指名された初めての黒人選手になった。またアワーバックは先発5人すべてに黒人選手を起用した最初の監督でもあった。1966年にアワーバックは 選手人事の業務に専念するために監督を退き、公認にビル・ラッセルを抜擢した。選手権監督として活躍することになったラッセルは、リーグ史上初の黒人監督になった。アワーバックが獲得内視指揮した選手のうち、クージー、ビル・シャーマン、ヘイン・ソーン、ラッセル、ハブリ・チェックなど、後に殿堂入りする選手や1996年に、 NBA 史上の偉大な50人の選手に選ばれる、選手は数多い。ビル・ラッセルが選手権監督として初めてセルティックスを率いた最初のシーズン、チームはウィルト・チェンバレーンを擁するフィラデルフィア・セブンティシクサーズに敗れ優勝を逃した。しかし翌シーズンからは2連覇を成し遂げ、ボストンセルティックスは13年間で11回の優勝を果たした。 1969年にラッセルがチームを退くと、アワーバックはトム・ヘインソーンを監督に抜擢。1970年にはドラフトでデーブ・コーエンスを獲得し、セルティックスは1974年と1976年に再び優勝に返り咲いた。しかしその後チームの成績は徐々に低下していき、 1978から79シーズンには29勝53敗まで落ち込んだ。この低迷期にアワーバックは大学界で活躍するラリーバードに目をつけた。1978年、まだ大学3年だったバードをアワーバックはドラフト6位で指名した。バードは初めに入学した大学を1年で退学しており、この当時にはすでに大学に入ってから4年目に、 なっていたため、アワーバックはドラフト規則の盲点をついて、バード獲得に成功した。1979年にバードがセルティックスに加わると、セルティックスは前シーズンから32勝上乗せし61勝21敗でシーズンを終えた。バードは新人王に選ばれた。翌1980年のドラフトでセルティックスは1位の指名権を持っており、アワーバックは ケビン・マクヘール獲得を狙っていた。しかしアワーバックは1位指名権をゴールデン・ステート・ウォーリアーズに譲り渡し、見返りにロバート・パリッシュと3位指名権を手に入れた。ドラフト上位指名権を持つ2チームは、アワーバックの予想通り、マクヘールを指名せず、セルティックスは3位で、マクヘールを獲得。この一連の動きで入手したパリッシュとマクヘール、そしてすでに入団していたラリーバードは、 ボストンセルティックスの第二の黄金期を支える選手となった。1981年にセルティックスは優勝を果たし、以後は1980年代を通じて西海岸のロサンゼルスレーカーズと共にリーグを代表するチームとなっていった。1984年にチームはレーカーズと決勝で対戦し、80年代で2度目の優勝を果たした。 この年からラリーバードは3年連続で MVP を受賞。ケビン・マクヘールはシックスマンとして勝利に貢献した。1985年にセルティックスは再び決勝でレイカーズと戦い、このシーズンは優勝を逃した。再び優勝できる体制を整えるため、チームはビル・ウォルトンをトレードで獲得した。翌1985から86シーズン。 セルティックスは空前の強さでリーグを席巻した。バード、マクヘール、パリッシュは史上最高のフロントラインと呼ばれ、かつての MVP ウォルトンはベンチから出て効果的にチームに貢献した。このシーズン、セルティックスは80年代で3度目の優勝を果たした。百八十六年の優勝はアワーバックが監督また球団運営関係者として、 経験した16度目の優勝で、また、最後の優勝経験となっている。アワーバックは1984年以降、球団社長の役職についていたが、恒例から次第に、チームの運営を他に任せることが多くなっていった。1997年から社長を退き、球団副理事の身分となり、2001年に、再び社長の役職についていたが、 チームの業務に直接関わらずに近年は実家のあるワシントン DC で暮らしていた。監督としての勝ち数は938勝で、この記録は1995年まで破られなかった。監督としての優勝回数は9回で、これはフィル・ジャクソンの11回に次いで NBA 歴代2位。監督時代にオールスター戦で指揮を取ったのは11回。 1965年に最優秀監督賞を受賞。1967年以降、同賞を受賞する監督には、レッドアワーバックトロフィーが授与されることになった。1968年に監督として、バスケットボールで遠藤入りを果たした。NBA25 周年の1970年には、歴代最優秀の監督に選ばれ、1980年には、プロバスケットボール記者協会より、 NBA 史上最高の監督に選ばれた。また1980年には、選手人事の面で優秀な業績を残した者に与えられる賞を受賞した。NBA50 周年の1996年には、リーグ史上最も優れた10人の監督の一人に選ばれた。アワーバックは1984年まで社長兼、ジェネラルマネージャーの役職にあり、 その後は1997年まで及び2001年以降、社長の職にあった。ジェネラルマネージャーを退いた後の1985年に、ボストンセルティックスは、アワーバックの業績を称いて、セバン号2を永久欠番にした。これは、チーム創設者のウォルター・ブラウンのために、セバン号1が欠番にされていることに習ったものである。アワーバックが、 ボストンセルティックスで獲得した選手には歴史的な名選手が数多くいる。中でもビル・ラッセル、ラリー・バード、ケビン・マクヘールはそれぞれのポジションでしばしば史上最高の選手に挙げられる。監督として成し遂げた8回の連続優勝記録は今も破られておらず、これに次ぐ記録は3連覇が最高である。またセルティックスの優勝回数17を超えるチームは NBA には まだない。黒人選手を積極的に登用したことも、アワーバックの残した功績の一つである。アワーバックが監督を始めた頃、リーグには実質的に黒人選手がいなかった。ビル・ラッセルなどの黒人選手を活用したセルティックスは、競合としてリーグに君臨し、以降 NBA では次第に黒人選手が主流となっていった。弟のザン・アワーバックは漫画家で、 ワシントンの新聞などに連載を持っていたのみならず、ボストンセルティックスのロゴのデザインも手がけた。1941年に結婚した妻ドロシーとの間に二人の娘があり、一人の孫と三人の彦がいる。アワーバックは自伝やバスケットボールに関する著作など七冊の著書を書いている。またいくつかの機関から名誉博士号を授与されている。 勝利を確信すると葉巻を吸うことで有名だった。ありがとうございます。